電気おやじです。DIY で使っていたグルーガンがスイッチを押し10秒で使え、液だれが少なく充電式と扱いやすくなったので紹介します。工事現場などでも新しい使い方もできそうです。グルースティックを本体後ろの挿入穴から入れ、スイッチを入れると先端部分が170度まで加熱されます。またスイッチを押すと、こちらの先端からスティックが溶けて液体となり、それがまた固まることで接着されるような仕組みになっています。今回紹介するのは、藤原産業充電式ピタガンです。品番は SGP-36VLI になります。付属品は本体と充電用のケーブル、アダプターの方は付属されていないです。あとはグルースティック、長めのものが3本です。それ以外には取扱説明書になります。カラーの方はブラックとレッド。この他にもグリーンがあるようです。ブラックとは言っても少し緑がかったような色をしています。あとは本体の方も少しペンタイプというよりは変身していて、置いた際に転がりにくくなっているのかもしれないです。使い方は、スティックを挿入し、スイッチを入れます。ランプが点滅し、こちらのランプが点灯すると準備完了です。これで準備完了の状態です。で、スイッチを押すと、このように温められたグルースティックが溶けて出てくるようになります。これでスイッチを離すと、やはり液だれは多少はしますが、この液だれを少なくするために、グルーをつけて離す前にスイッチを二度押しすると電源が切れます。この状態で離すようにしてやると液だれも少ないです。溶けたグルーは冷めることでまた固まり接着することができます。先ほどのようにスイッチをすぐに切ってあげれば、このように液だれも少なくなります。また使うときには再度スイッチを押し、これでまた使用することができます。また、このまま何もしなければ30秒で自動オフがついています。充電時間は3時間、作業時間は40分とあります。付属のケーブルをつなぎ充電を始めるとランプが赤く光ります。充電が終わるとランプの色が緑色に変わります。スティックのサイズは7ミリから 7.5 ミリの市販のグルースティックが使え、カラーもいろいろ出ているようです。もしスイッチを押して出が悪い際には、後ろのスティックを押してやると出が良くなります。工具バッグなどに入れて現場で使うことを考えると、スイッチの押し間違いがあるので、ロックやガードなどが欲しいところです。またバッグに収納する際も、こういったフックがついているので
こういった感じで収納することもできますが、USB の差し込み口やスティックの挿入口にちょっとゴミが入ってしまいそうで不安があります。あとは注意点として、先端は高温になるのと、スティックの溶ける温度の方は80度ぐらいからになるので、スティックの使用場所や保管についても注意が必要になります。後部バッグに入れるために廃材を利用してこういったケースを作ってみました。これであればスイッチの押し間違いはなくなると思います。あとはケースの方にスティックの方も保管できます。メーカーさんの方でケースをつけてもらえるとより使いやすくなると思います。動画が参考になりましたら、ぜひとも高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメントの方もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。